突入まで5秒。皆さんこんにちは、マイノリーです。ということで今回は久しぶりの初心者講座やっていきたいと思います。今回はですね、あのコメントとか、まあ生放送の、あのコメントですごい多いのが、あのそろそろ飛び出ししてみたいですとか、飛び出しする勇気が全然ありませんみたいな、そういう声が多いので、今回ちょっとね、あの飛び出しについて、軽く説明していきたいと思います。まず今回防衛側なんですけど、まあ飛び出しする際に、まあ、こういうことを、まあ、しておいた方がいいとか意識しておくと飛び出しで敵を倒せる可能性が、まあ、高まりますよみたいな、そういうポイントを説明していきたいと思います。例えばじゃあラペ狩り、まあ、ポイントとしてはね、あの飛び出しって正面で戦いたくない時、敵と、まあ、正面でね、正面衝突バッてやったらただのね打ち合いなんですけど、それを不意をついて横から、まあ、倒したいとか、例えばこういうロビーがボムだったとして、ここで敵とね打ち合いしたらちょっとね、相手がロックしてたら、まあ、自分も頭抜かれてやられちゃったりするので、それを避けるためにというか、まあそういう人たち、打ち合いしてる人たちを横からバーッとこう不意打ちで倒すために、例えばこういうとこからバーッて飛び出してこの辺にいる敵を倒すとか、そういう飛び出しと、あとラペリング、ラペリングしてる敵を倒す時の飛び出し、まあよくあるのがここだよね。まあカメラが残っても残ってなくてもしてな、残ってなかったとしても、例えばここ S 側ビーってラペったのが分かりました、そういう時にバーッと飛び出してラペリングを倒すと、そういう飛び出しがあります。で、その成功率を上げるためにね、先にあの準備してほしいことがあって、っていうのはね、まあ今回初心者向けの動画なので、本当一から説明していくんですけど、こういうバリケードってね、先に殴っておくことで、あのどこでもいいんですけど2回殴ります。そうすると飛び越えるってモーションが出ますよね、今バツで。何も殴ってないバリケードは出ない。でもこう2回殴ることによってもうすぐに飛び出せる。こういう何も殴ってない状態だと、一旦バリケードを壊して飛び出して倒しに行くと、こういう段階を踏んでいかなきゃいけないんですけど、これの弱いところってね、あの例えば敵がラペフィューンってラペりました、分かりました、で飛び出すぞってこのガシャーンって音でラペってる敵がね、あ、ここバリケー開けた、飛び出すってもしかしたらね分かっちゃうかもしれないですよ。そうなると飛び出した瞬間、ここもう敵が見ちゃってる、自分のこと見ちゃっててやられちゃうみたいな、そういうことがあるので、あのバリケードを殴ってない状態での飛び出しは少し時間と音がかかる、音も鳴るし時間もかかるので少しリスクが高いと、敵に倒せる可能性があるという。ことで、次ね、この2回殴ったバリケード、まあ、これはまあ分かると思うんですけど、すぐ飛び出せるので、例えば敵がラペったの分かりました、このスピードで、倒しに行けると全然違いますよね。じゃあ2つちょっと比較してみますけど、念のためね、よいいきますよ。じゃあここの場合ヒューンラペりました、ここから壊して飛び出して倒す、あ、ごめん、ちょっと今の動作とこれね、いくよ、ヒューンラペりました、この違いって相当違うと思うんですけど、これだけでかなりラペリングとか、まあ飛び出しで敵を倒せる、あの確率がかなり上がります。で、同じくね、こういう、まあ、よくみんな飛び出されたりしたと思うんですけど、こういう、ところ、例えばじゃあ、そのまま、バリケードがそのままありました。ガッシャーン、バリーン、倒しに行くってなると、敵もさすがにね、このガッシャーンって音とバリーンって音とかで、あ、飛び出すぞっていう、そういう風に警戒されちゃうので、もうここは、準備フェーズの段階でもいいんだけど、まあどこでもいいんだけどさ、こんな感じで開けとくと、そうするだけで敵が来ました、
もうこれだけ、この差ってすごい大きくて、うん、ちょっと殴っておくだけでこんだけのスピードの差が出るので、あのぜひね、あのここ飛び出せるっていうのが分かる場所はもうとりあえず2回殴っときましょう。でそれで何がいいかっていうと、飛び出すにしろ飛び出さないにしろ、あのね、まあ上手い敵とかになってくると、ここにねこんな感じで殴ってたりするとね、破片が落ちてるんですよね、バリケードの、うん、そういうのを見ると、あ、ここラペリングじゃない、飛び出しする準備してるぞと、ここを警戒せざるを得なくなるんですよ敵は。でそうなると、例えばこのラペリングしたいんだけど、あそこを馬力殴られてたからちょっと飛び出してきそうだから、ね、その中にいる敵を倒すのに集中できないとか、そういう風に敵からするとすごい厄介なんですよ、あの攻撃側からするとこういうのされてるだけで、うん、なのでもうどっちにしろね、もし余裕がある方は先に2回パンチして、うん、準備しておきましょう。かなりそれだけでメリットがあると思います。でね、ちょっとまあ今軽くお話したんですけど、もし皆さんが攻撃側の場合、ラペリングしたい時にこういう破片しっかり見るようにしてください。飛び出しようと思って、ね、殴ってたりするとこんな感じで破片が外に飛び出してるので、ラペリングする時に、あ、ここ飛び出しするなみたいな、うん、そういう印なんで、こういうのはちゃんと飛び出すね、ラペリングする前はバリケード飛び出す準備してないかっていうのも確認しながら、ラペリングするようにしてください、攻撃側の場合ね、うん。でもう一つ補足でちょっとねお話ししたいんですけど、今ね2回殴ると飛び出しできますってお話ししたんですけど、実はね、まあ、攻撃側防衛側、関係なしにね、この今ねこの大きさの穴が開いてるんですけど、今こことこの大きさ違いますよね、1回で殴った大きさ、両方1回しか殴ってないんですけど、ここ飛び出せないんですよ、この大きさ。ただこのね、ちょうど何枚って言えばいいの、3、まあ、横のこのこれを1枚だとしたら3枚のうちの3分の2ぐらいぐらい、この大きさを開けるとね、一発だけしか殴ってないのに実はこれ飛び越えれるんですよ。ほら、飛び越えるっていうモーション出ますよね。ここは出ない。まあ知ってる人多いと思うんですけど、一発のパンチでもこの大きさ開けると実は飛び出せます。ここにいると敵に見つかるぞ、うん、だからまあ攻撃の時でよくね、すぐ中に入りたい時とかにもうバーンって殴ってバーンって入ったりするんですけど、そういうやり方もあります。うん、まあラペ狩りするときもね、だいたいこのちょうど真ん中ぐらいなんかな、殴って、あ、これ失敗まあちょっと空いてればもう一回殴ってすぐダッと飛び出して倒すのもありだし、うん、わざわざねこうガッシャーンってやって飛び出さなくてもいけるっていうこともまあ一応ね知識として覚えててください。うん、まあそんなもんかな。で、まあ、最後に一つ注意っていうか、まあやっててほしいのが、こういう飛び越えれる場所、結構高いとこなんだけど意外と飛び越えれる場所って多くて、飛び越えれる場所を覚えててもらうことと、逆に飛び越えれない場所、こういうところってねよし飛び出すぞと思って行こうと思ったら、あ、うん？みたいななったりすることもあるかもしれないので、ちなみにここはもう飛び出せません。飛び越えると下高くてね、死んじゃうので飛び越えれません、うん、そういうのもまあ覚えてると、うん、結構そういういざとなった時にね失敗しないのかなと思います。そんなもんかな、うん、まあ、だからラペリング、ラペ狩りでも飛び出しでも何でもいいんだけど、重要なのが音、やっぱ音とか大事なんで、いかに音を少なく倒しに行けるかとかっていうのを考えると、やっぱり最初でねこういう感じで2回殴っておくとか、そういう準備が必要なんで、まあ、そういうことを今のうちに知っておいてもらって、飛び出しラペ狩り皆さんたくさんやってほしいなと思います。
まあ参考になれば嬉しいんですけど、ちょっともしわからないこととかあればぜひぜひコメント欄でいろいろ聞いてくださいということで、今回は、飛び出しについてのお話でした。もし参考になれば嬉しいですってもう一回言ってみました久しぶりの解説動画だから実況がすみません。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしています。バイバーイ。